ありがとう。やあ。伸びられるかな。ああ。最善を尽くそう。行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもつみんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。シンペ、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。しといた方が良さそうだ。シンペ、やるぞ。やった。強敵捕捉。はい。やった。はい。はい。はい。やっ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。シンペ、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。くそ、また巨人か。見せる。
ち合わせるとは。ついてねえ。取りこぼしか？幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。なんでこんなに巨人が出るんだ。数も多くなってきてるぜ。ダク、索敵班は何やってんだよ。で見せる。やった。ありがとう。巨人に出くわすとは。何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。Okay.
計が乱れちまってるようだな。新兵、しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。補給完了ね。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。愚痴は後だ。まずはここを切り抜けるぞ。ここ、お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。この状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、縁談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の
右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を引き入れてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。凍結した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。空だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてシンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。あの縁談、助けが必要だな。無事だったみてえだな。ライナ君、僕は平気だ。明日まといにはならない。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。すごいよ、その調子だ。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。ここで倒す。
また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれない。やってみせる。ライナー君、我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。苦戦してんのか。まずいな。長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。
動精度が普通のやつの比じゃねえ。貴様、知性のある巨人への認識が甘かった。先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。